皆さんこんばんは。神様です。どうも神様です。今日は皆さんにある恋のお話をしたいと思います。それはとある学校のとある放課後のことです。なになに哲子、学校も終わったことだし、うん、雨村に行かない？何買うの？私は、うん、やっぱり細身のジーンズが欲しいかな。似合うわよ、スキニーが。そういう浜子は何買うの？古着屋巡りしたいかな。古いのはあんただけにしてよ。何言ってんのよ、ちょっとちょっと、セレクトが古いだけよ、ちょっと。ごめん、待った。あら、魔女。ブレアウィッチ。いいのよ、いいのよ。いいの？いいのよ。ドクリンゴいる？エリちゃんじゃない。あら、何よ。お花咲いてめでたいわね。あれ、ね、ポンなの、ポン。私は何それ、ポンなの？はい、わかりづらい。まあ、そういうことはどうでもいいわ。うん、っていうかさ、うん、もう8月終盤じゃん。そうよね、うん、早い早い早い。あとこの暑さ。暑いわね。地球やばくない？超やばいんですけど。ほんとやばいよ、地球。考えていこうよ、足元からね。あんたも染めるのやめなさい。これはポリシーよ。悪かったわ。ところでさ、浜子。なになに浜子、最近恋してるでしょ。ルルルルル。え、なんでわかったの？どんなごまかし。無理よ、それは。だってオマリーの次はこれしかないもん。あんた、オマリー引っ張るわね。恋してるでしょ。どうしてわかったの？なんかもう恋しすぎて、うん、すっごいなんか細くなってて骨みたいになっちゃってるもん。あらあら、大変。身を削る思いよ。そうなんだ。ところでエリちゃんは？私は恋する資格ないもん。どうして？魔女だから。ほうきがないの、サイズが。飛べないのよ、私は。いいの、私は、うん、お腹で、うん、定…え、何？サナダムシ飼ってるの。お腹にサナダムシを飼っているの？今流行りのダイエットで。へー、あんた X 線持ってる人じゃないと見えないじゃない、そういうのは。そうなの。レントゲンが必要ね。はい。まあ、だから花咲いてんのね。そうよね、そういうのもあるわね。うん、いや、でも大丈夫よ。うん、そう、あのサナダムシが好きってこう人もいるもん。いるいる。寄生虫マニアよ。そういうフェチがね。うん、いいの、私のことはほっといてよ、チン。あなたもほっといてよ、チンチン。2回。浜子、行きましょう。いいのかしら、こういうの。私も本当は素敵な恋がしたいんだ。そんなアンビリバボーな彼女も。おっと、イケメン見っけた。恋をしたのです。恋する女の子はいつもセンチメンタルで、あなたのハートを見つめられない。海よりとても深い純情ハート乙女心、飛び込むカクテル、一切が浅いあなたに夢中、夢見る間もなくあなたを見ている。我慢できない破裂しちゃうわ、命短し、これは病なの。恋せよ乙女たち、地球は回る。恋せよ乙女たち、明日に向かって。恋せよ乙女たち、地球は回る。恋せよ乙女たち、愛を掴む場で。
私は恋の神様だよ。あら、いいところに来てくれた。私どうしてもあのイケメンに告白がしたいの。じゃあ勇気の出る粉をかけてあげよう。サラ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 、よしより厳しい。ドラマの主役になりきる私、あなたのためなら死ねると言え。愛はそこにある、愛はそこにある。